将棋の藤井聡太五冠の地元愛知県瀬戸市でポストが将棋の駒などにラッピングされました。将棋ポストに生まれ変わったのは瀬戸信用金庫栄町支店前のポストで、今朝からラッピングする作業が行われると早速地元の人が記念撮影をしていました。すごい素敵です ね、このアイディア面白いっていう。ポストには将棋の駒と盤のイラストや三手詰めの詰将棋がデザインされていて、瀬戸市ではポストをきっかけに多くの人たちに将棋に親しみを持ってもらえればとしています。将棋の振興がですね、盛んになればと、こういったスポットをきっかけにですね、ちょっと将棋やってみたいと覚えてみたいという人が増えるといいなと思います。